はい、こんばんは。2017年12月の8日、18時33分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。どうも。はい、わざつ。ねえ、今日寒いよね。今年の冬はすげえやばいよね。本当に。マジで寒い。朝方とか冷え込みやばいもんね。何なんだろう。今日はやばい。いや、今年やばい。全体的に。いや、別に普通に好きに楽しんでください。好きなようにしてください。楽しみ方は自由なんで、いろいろあるんじゃないですか。好きにやってください。謝ることないですよ。翼いらっしゃい。お疲れ。ありがとね、さっきは。どう？元気？元気？よかった。はい、まだ寒くて何もやりたくない 寒いのはね、もうどうしようもないからね。寒いの嫌だよね。俺も暑い方が苦手だけど、寒いのも嫌いだね。ファブキチュアドツ。布団の中でずっと眠ってたいよね。こたつとかって今売ってるのかな？なんか
実家にさ、こたつがあったんだけど、こたつっていいよね。こたつ好きだわ。こたつはすごいよね。いいよね。あったかいし。あれはすごい、すごいよね。こたつの中で寝るのは一番幸せだよね。ずっと入ってられるよ。日本の国旗と似てる？ カラーがね、白と黒が、あ、白と赤がね、貴重だからね。わだつ。亀をいらっしゃい。じゃあ今日ペラが回らないんだよ。頭がね、ダメだ。死んじゃうよ。感染しなさい、俺の鼻息。ごめん。鼻息。マイクが近いから、息が漏れる。東京はね、すごい寒いよ。すごいもう、とんでもなく寒い。痛いぐらいだもん。痛いよ。寒いじゃなくて痛い。今日寒いよね。今日寒いでしょ。寒いよね。ありがとね。寒いのに。すごいよ、東京は。寒いよ。九州は普通、九州はあったかいだろうね、多分ね。多少寒いかなっていうぐらいか。いいなぁ。関西の方とかもあったかいんだよね。東京は寒いよ。東京寒い。あったかいところが好きだから、あったかいところ行きたいんだけどね、関西の文化とかあんまりわかんないかな。四国とかいいのかな？四国とか住みたいな。
沖縄はね、あったかいんだけど、暑いから、沖縄のね、なんか人は好きなんだけど、どうなんだろう、住むには暑すぎるかな、ちょっと。住みたいとは思わない。遊びに行きたいね。四国って寒いの？あったかいイメージがあったけど。四国って寒いんだ。夏は暑いだろうね。今日寝ようかな、もう。なんか疲れた、今日は。なんか疲れたわ。初見さんいらっしゃい。ありがとう、来てくれて。もしよかったらフォローしてって。カッチン、こんばんは。フォローありがとう。よろしくね。ありがとう。すごくないよ、全然。全然すごくないよ。筋トレしてないですよ、僕。運動苦手なんですよ。筋トレはしてないです。どうなってるってどういうこと？ いらっしゃい。初見さんかな？いらっしゃい。ああ、YouTube で見ていただいたの。嬉しいです。ありがとう。YouTube ももしよかったら、チャンネル登録してください。
お疲れ様。ゆめいすけいらっしゃい。楽しんでて。俺いつも優しいよ。いや、全然すごくないよ。すごい人いっぱいいるでしょ。車には、はい、免許も持ってないんで、車は興味ないです。ドラゴンクエスト面白かった。ありがとう。この BGM いいよね。俺も好き。ああ、そうなんだ。あかりさんいらっしゃい。楽しんでて。いえいえ、よだれかけさん、また来てください。ありがとうございます。ありがとね。ふん。S さんいらっしゃい。うん、ゆめいすけさんも仕事頑張ってください。いってらっしゃい。ステホロはね、出たいんだけどね。俺がね、全部決められる、ね、ポジションにいたらいいんだけど。パルちゃんいらっしゃい。
体調？全然大丈夫だよ。元気だよ。ありがとう。心配してくれて。全然元気だよ。体調も悪くないよ。ありがとね、心配してくれて。おお、チャムいらっしゃい。楽しんでてください。全然変じゃないよ。いらっしゃい。何なんか変って。人を変人扱いするのやめてよ。はい、ワドツー。お、モチさんだ。楽しんでてください。いらっしゃい。弱ってないよ。なになになに。弱ってないよ。弱ってないよ。普通だよ。全然普通だよ。ワードヒンじゃないよ。なんで？なんでみんなそういうこと言うの？何何？全然普通だけど。何？どうしたの？ってよくわかんないんだけど。ポケモンボール投げつけられる状態じゃねえか。弱ってる。なんだろうね。全然弱ってないよ。普通にやってるつもりなんだけど。弱ってないですよ。普通ですよ。何？何？今日のノリは。なんかあったの？みんな。普通にやってるって。何新しい配信スタイルって。普通に話してるっつうの。どうしたの？なんかあったの？何も変わってないよ。やめて。なんかそういう風に誘導させるんでしょ。また始まったよ。怖い怖い。リスナーさん怖いな。穏やかすぎてドキドキするわ。いっぱいドキドキして。いや、顔は見せられないです。熊助さん、顔は見せないです。いらっしゃい。ありがとう。もちさん、花火ありがとう。いつもありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。あんまり無理しないでね。ありがとう。
のんちゃんいるよ。のんちゃん後ろにいる。洗濯物してくれてる。さっき来た。なになになに、甘えっぽさモードじゃないよ、全然普通だって。普通なに、なんか変だよみんな今日。甘えん坊さんモード、甘えん坊さんモードだってね。なんだろうね、なんか今日はコメント欄がおかしい。変なの。本人さんいらっしゃい。楽しんでってください。シャイニーとかいう配信者がいましたよ。そうなんだ。全力でお出迎え。どういうこと？どういうこと？どうしたの？なんか変？普段通りにやってるよ。お、ミノムシだ。いらっしゃいミノムシさん。楽しんでってね。いいんじゃないでしょ。このネタ前の枠でいようと思ってたけど、出かけてさ、ああそうだったんだ。見逃しちゃったんだ。戻ってきてくれたの？帰ってきたの？外寒かったでしょ。何がやばいの？どうしたの？
曜日。何、もうすぐ死なないよ。カズいらっしゃい。何、死ぬって縁起でもないこと言わない方がいいぞ。死なないよ。普段はどこで買い物するの？スーパー、お弁当屋さん？スーパーも行くし、コンビニにも行くし、アマゾンとかも使うよ。お弁当屋さんでご飯も食べるし、コンビニにもスーパーにも行くよ。死について熱く語る枠。アリアナいらっしゃい。甘えん坊じゃないよ。何よ、やめなさいよ。甘えん坊じゃありません。コメント読むのが俺は配信者だと思ってる。俺はだからコメント読む。哺乳瓶プレイ？何それ。 Amazon はたまに使うぐらいですね。鬼おこぷんぷん丸。コメント読むよ。俺そんなこと言ったことないよ。そうそう、俺は配信者だからコメント読むよ。言ってないよそんなこと。だってコメント読まないと成立しないもん。リスナーさんと配信は一緒に作るんだよ。そんなことしないよ。コメント全部読むよ。その考え方は間違ってるよ。リスナーさんとしっかり向き合って自分のこともいっぱい知ってもらって、リスナーさんのこといっぱい知りたいと思ってるよ。
何それ、ディスだよ、ディス、ひどい、ディスだ、ディス、ディスられた。LINE の登録者は秘密です。うん、普段通りにやってるだけだよ。そうそう、寄せてないって、普通にやってるだけだよ。寄せてません。鉄ありがとう、バーガー、あーすごいすごい、ありがとう、バーガー5個もありがとう。鉄こんばんは。うん、そんなことないよ。普通に話してるだけ。楽しんでいってくれたらそれでいいの。アイテムはみんなからの気持ちだよ。包丁研いでないよ。大丈夫？カズ、
寒いの？風邪ひかないでね。何も考えてないよ。普通にやってるだけだよ。風船ありがとう。ありがとう。頑張るね。一生懸命頑張るね。ありがとう。なんか、頑張れそうな気がしてきた。いつものワードだよ。ね。iPhone の新しいの買いましたか？欲しいけど買えない。ね。なんだよ、目が寄ってるとか言わないの。ダメだよ。そうそう、悪口言ったらダメ。 iPhone X って言うとドレさんに怒られるよ。なんで？なんで？シャム、いつもの和道だよ。普段通りだよ。こら、とも、怒るぞ。叱ったりしないよ。友達だよ、シャム。すごい！パフェありがとう！嬉しい！すごい！もちありがとう！すごい！美味しそう！パフェ。普通だもん。キャラとかないよ。休みの日？独
グラップラーって何？応援ありがとう。すごい。風船だ。ありがとう。いらっしゃい。うんこさん。汚いよ。小手半変えた方がいいよ。かわいい？ありがとう。クソもダメ。髪の毛はふさふさだよ。テレビの音かな？どんな本が好き？絵本。はじめの一歩ってどんな本？あ、少女漫画読むよ。今度絵本読んでね。うん、いいよ。暴力的な漫画はあんまり好きじゃないな。お小遣いはね、25,000円。ごめんなさい、バカなんで漢字が読めないんです。ラルーさんいらっしゃい。グラブラーバキは読みますか？読んだことないです。彼女いない。でも好きな人はいるんだ。怒らないで。ミノムシさん怖い。怒らないで。ルンルンさん、もうすぐクリスマスですね。何をして過ごしますか？どうしよう。一
人でケンタッキーを食べます。うん、片思い。知ってるよ。8号さんいらっしゃい。それは読んだことないな。今度読んでみるね。配信は1週間前からやってる。アオハライド面白いよ。じゃあ今度読んでみるね。のりこさん、今度読んでみるね。バンドやってるよ。でもコピーバンドだけどね。最近始めた。うん、ボーカル。いつか米津さんに曲書いてもらうのが夢なんだ。17。ラッドウィープス。ビール瓶についてどう思う？ちょっとわからないな。どうも思わないよ。矢野ラッキーいらっしゃい。ムック嫌いじゃないよ。好きだよ。ガチャピンがいないとムックの良さはで逆だ。間違えた。ムックがいないとガチャピンは寂しいんだよ。ガチャピンがムックでいられるの、ガチャピンが元気でいられるのはムックが友達だからだよ。怖いな。暴力とか嫌いだから。いらっしゃい。コーヒー？コーヒーは砂糖入れたら飲むよ。砂糖を3つぐらい入れる。甘いのしか飲めない。ゴンタくん、あれはできるかな。だ秘密。ほうしくんいらっしゃい。放送中だよ。好きな配信者さんは誰ですか？
トム・ソーヤ・池上さん、サンタクロースさんに何をお願いしますか？サンタクロースは、でも思うんだけど、サンタクロースさんはプレゼントもらえるのかなって思うから、サンタさんが今年は欲しいものもらってほしいな。僕のプレゼントサンタさんにあげる。嫌いな人はいないよ。マルーンさんいらっしゃい。和道さんはじめまして。イケボなのでアイテム後で投げますね。気が向いた時でいいよ。待ってるね。だってサンタさんは配ってばっかりだもん。好きな人はどんな人？年上なの？深夜っちょさんは僕の憧れ。いつか新八丁さんにリア突するんだ。新八丁さんの前でミリオンスマイル歌うんだ。タさんいらっしゃい。東京に行ったらリア突しようと思ってる。配信スタイルはトム・ソーヤ・池上さんが大好き。かっこいい。新八丁さんは神だね。他に好きな配信者はいない。すごい。サンタさんじゃない、ルンルンさんありがとう。メガホン20個もすごい、ありがとう。みほんさんいらっしゃい。もうすぐ80も行くんですか？始めた頃10万目標言うてたのにすごい。ごめん、なんだかわからないや。コウシ君お腹痛い？大丈夫？早く治るといいね。お腹痛い時はお腹温めるといいよ。すごい。みほんさんバーガーありがとう。コウシ君は
実は誰だかわかる？ワドさん。今、考えてみるね。一生懸命。わからない。ロイドいらっしゃい。すごい！すごいよ！風船だ！ありがとう、ロイド。いっぱいアイテムもらえて嬉しいよ。カメオさん、生活保管な実態について、ごめんなさい、難しい漢字わからない。天の神様って信じてますか？神様はいると思う。神様はずっと僕たちのことを見てるんだ。だから悪いことしたらダメだよ。でもいいことをしてると神様が喜んでくれると思うよ。よく言われるんだ。なんかアニメみたいだねって。いじめられるんだよね。カパチさんいらっしゃい。ダメだよそんなこと言ったら。タバコはお母さんが吸ったらダメだって言ってた。体に悪いからタバコは吸ったらダメなんだって。タバコは吸わないよ。友達はあんまりいない。あ、でも女友達の方が多いかも。ごめんなさい、もちさん。何のことかわからない。他の枠行かないでよ、プチさん。もっと遊ぼうよ。行かないで。つまらなかった？もっと。おぷちさんと仲良くなりたいな。高校生。あ、でも学校の名前とか言わないよ。ラムネさんいらっしゃい。確か以前に神様がいたら殴って前歯を折ってやるとか言ってたように思うのですか？私の聞き間違いでしょうか？ワドはそんなこと言わないと思うよ。どこに住んでるの？特定とか怖いから言わないよ。
進学はね、専門学校に行こうと思ってるんだ。また来てね、パールちゃん。実は、僕、パティシエになりたいんだ。バレンタインのチョコ最高何個もらいました？7個。バーコードさんいらっしゃい。いじめって大人の世界でもあるんですね。高校生だからわからないよ。うん、バンドは趣味だよ。うん、ラムネさん、謝らないで。誰にだって、間違えることあると思うよ。ワドだって間違えるし、ラムネさんだって間違えるから、謝らないで。日本に本物のベルギーワッフルを持ってくるのが僕の夢。ベルギーで修行するんだ。夢は絶対叶えてやるって思ってるんだ。うん。専門学校に行って、その後アルバイトで一生懸命働いて、新八丁さんに会ってミリオンスマイルに歌ってから僕はベルギーに行く。ベルギーでミリオンスマイルを聴きながら、本物のベルギーワッフルをいつかトムソーヤさんに食べてもらおうと思ってるんだ。お小遣いは、でも、あんまり持ちすぎたらダメだって思ってる。だから僕はアルバイトをするんだ。また来て、バーコード。ありがとう。また来て、バーコードがまた来てくれるの待ってるよ。イケメン、イケメンじゃないよ。ご想像にお任せします。つけ麺は好きですか？僕が好きな食べ物は、ラザニア。部活は軽音だよ。
うん、ラザニア大好き。オフ会とかはやらないよ。過疎の人がオフ会とか恥ずかしくてできないよ。彼女はいないよ。名前はバドだよ。軽音って漫画知ってるよ。オフパコなんてしないよ。だってリスナーさんがあんまりいないんだもん。でもいつか僕もトムソーヤ池上さんみたいにリア凸待ちをするんだ。青壁の前でリア凸待ちをするのが僕の夢。オフ会はやらないよ。ウエーさんいらっしゃい。楽しんでて。うん、一個一個夢を叶えていこうと思ってる。うなちゃんまんって知ってる？わからない。トムソーヤ池上さんの配信を見てた時に、実は3年前の話なんだ。好きな人に振られて、勉強もうまくいかなくて、成績もすごく悪くて落ち込んでて、このままじゃ行きたい学校に行けない、でも受験勉強頑張らないとって一生懸命頑張ってる時に、トムソーヤさんに勇気をもらったんだ。だからいつか本物のベルギーワッフルを日本に持って行ってトムソーヤさんに食べてもらうのが僕の夢なんだ。ベルギーに行って本物のワッフルを作るんだ。のりこさん、トムソーヤさんだよ。
と待って、ストップストップ、ちょっと待って、うるさい、うるさい、うるさい、今うるさい、ちょっと待って、楽天のコピーして、ちょっと待って、楽天銀行ログインで、あれ ID、 これでアカウントパスワードか、これか、あ、ちょっと待って、ひらがなだっけな、カタカ、あ、全角ひらがなか、全角ひらがな入ってねえじゃねえかよ、クソが、ゴミが、ゴミだな、うん、ごめんね、ただいま、みんなお待たせ、ちょっとね、今ね、アマゾンからね、絵本が届いてたんだ、ごめんね、ただいま。で、何の話をしてたっけ。そうだ、ベルギーに行って、僕はベルギーに行ってベルギーに行ってふわふわのワッフルを作るんだ。ふわふわのワッフルでみんなを幸せな気持ちにするんだ。嘘だろ、嘘だろ、ああ、嬉しいな。風船ありがとう。もじさん、風船ありがとう。この風船で、ベルギーに行くから。きっと、ベルギーでいろんな冒険をするんだよ。ベルギーにはいろんなものがあると思ってる。でも僕は日本に本物のベルギーをも、ベルギーワッフルを持って帰るけど、僕はベルギーに持っていくものもあるんだよ。日本からベルギーにプレゼントをして、ベルギーから僕はベルギーに伝えたいものがある。ベルギーに行くときは福神漬けをたくさん持っていくんだ。ベルギーの人に福神漬けをいっぱい食べてもらう。
多分僕が考える限りベルギーには福神漬けがない。ハートありがとう、のりこさん。のりこさん、ハートありがとう。ダメだよ、ともさん。特定されるようなことは書かないで。二人だけの秘密だよ。後で LINE 送るね、ともさん。ダメだよ。小学生の時いじめられたんだ。お前が近くにいるとカレー食べたくなるって。だからね、僕は福神漬けから一番遠いベルギーワッフルを作りたいって思ったんだよ。嘘だろ、矢野ラッキーさん、ハートありがとう。言われるよ。お前は所詮主役にはなれない人間なんだと。あってもなくてもいい存在だろう。そんなひどいことも言われたよ。リスナーさんとは LINE は交換しないよ。キャラなんてブレてないよ。ごめんなさい。リスナーさんと LINE 交換はしないのが僕のルールなんだ。インターネットはいろんな人がいるから気をつけないとダメだよってトム・ソーヤさんが言ってた。花火師さんはいないよ。仮想生主だよ。ケンタンメンさんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワドです。お母さんが呼んでる。ちょっと待って。お母さんが呼んでる。カレーでいいよ、母さん。カレーでいいの？カレーでいいよ。はい、わかった。ごめん、お母さんが来た。
あと30分できるかも。流れを壊すなよ急なアドリブ入れてくんじゃねえよ本当に急なアドリブ入れてくんじゃねえよ本当参加しようとすんじゃねえよバカが親フラでうるせえよ混んでるよこっちは、ね、お前いろいろ楽しくやってんだよ下手な横やり入れてくんじゃねえよマジでクソやろうんうんごめんねカレーだったんだ。母さんはめんどくさがり屋なところがあるから、カレーの日はいつも2日続けてカレーなんだよね。嘘だろ？ソソさん。ソソさん。ありがとう。すごい。パフェが5つも。ありがとう。僕も隣町で小さなケーキ屋さんをやっているんだよ。坊や、今度バイトにおいで。ありがとう。ワッフルの修行、もしかしたら資格を取る時の実務経験になるかもしれないと思う。母さんは僕のことが大好きなんだ。ちょっとうざったいところもあるけど、ベルギーに行って一人で心配だっていつも言ってる。でも母さんに、そしてトムソーヤ池上さんに、ふわふわの本物のベルギーワッフルを食べてもらうんだ。母さんは反対してるけど、男の子にはやらないといけない時があると思ってる。だから毎週言うんだ。毎週母さんに手紙書くから大丈夫だよって。電話もするよ、手紙も書くよって。でも母さんは反対。いつも首を縦に振らないんだ。それが悩み。リーさんいらっしゃい。配信をやってるのは母さんには内緒なんだ。恥ずかしいよ。でも、うん。母さんが配信に映ったらやだな。
あ、ごめんみんな、楽しくて時間忘れてた。感想ちゃんいらっしゃい。ごめんね、でもね、もう夜の8時だから寝る時間だ。明日も部活がある、部活の朝練がある。そろそろみんなとお別れの時間だね。じゃあみんな、おやすみなさい。あ、でも初見さんが来たからもうちょっと引っ張るね。うん、花火が上がるかもしれないからもうちょっと引っ張る。頑張る。うん、なんか、いっぱい人が来てる。もう30分やる。なんか来たから引っ張る。ごめん。引っ張るね。うん。初見さんいらっしゃい。みーすけさん。うん。感想ちゃんもいらっしゃい。みのむしさん。すごい。花火ありがとう。すごいよ。花火、すごいな。ありがとう。みのむしさん、やめないよ。お母さんは、母さんは、うん。母さんには後で言っておくよ。明日学校遅刻だよ。大丈夫。結構、早起きなんだ。また母さんに怒られるかな。熊助さんいらっしゃい。今日は長めだよ。すごい。感想ちゃん。メガホンありがとう。部活、朝練。引っ張ってよかった。子供じゃないよ。みほんさん。もう17歳だよ。もう大人だよ。学校では、あんまり友達は多い方じゃないかもしれない。ありがとう。お父さんは仕事ばっかりなんだ。母さんが悪いとか父さんが悪いとかそういうことじゃないのは僕もわかってる。でも17代続く福神漬け屋さんの店主として、お前もいつかこの家を継ぐんだ。お前に本当の福神漬けを教えてやる。それが父さんの口癖。実は2年前から喧嘩ばっかり。父さんには悪いけど、僕は日本に本物のベルギーワッフルを持って行って、ベルギーで3年修行して、寂しい時は新野町のミリオンスマイルを聞いて、いつか日本に本物のベルギーワッフルを持ってきて、お店を開いて、トムソーヤ池上さんに食べてもらうんだ。ペンペンさんいらっしゃい。
父さんをいつか喜ばせるために福神漬けをワッフルに練り込もうと思ってるよ。もしくは福神漬けのタレにわそれか福神父さんの福神漬け父さんの代々継ぎ足してきた福神漬けの液を液の中にワッフルを突っ込んで また父さんに怒られるわ。すごい、みーすけさん、ありがとう。うわ、大花火だ。大花火二つもありがとう、みーすけさん。またベルギーに行ける夢が叶いそうだ。ありがとう。ありがとう。みんなが僕の夢を叶えてくれるんだね。もちさん、ありがとう。ありがとう。花火ありがとう。やっぱり、福神漬けを練り込む方向で行こうと思う。どっちかしかないって思ってるんだ。福神漬けをワッフルの中に練り込んで焼くか、福神漬けの僕の家に代々継がれている継ぎ足しで作っている秘伝のタレの中に僕の焼きたてのふわふわのワッフルを漬け込んだトモさん、ありがとう。トモさん、ハートありがとう。僕はそれで世界を取る。世界一のパティシエになる。大正時代から漬け足してきた僕の家でしか作っていないあの福神漬けのタレにふわふわのワッフルをぶち込んでやる
ふわふわの袋をびっちゃびちゃにしてやる。ごめん、なんか疲れてるみたいだ。ごめんね。新しいものを生み出す時代じゃないんだって。何か既存にあるものと既存にあるもの、アイディアとアイディアを足してやるんだ。そう、僕が尊敬するトム・ソーヤ池上さんも、我が家に代々伝わる福神漬けのタレに漬け込んでやろうと思ってる。頭から思いっきり押し込むんだ。頭からドンってゴボゴボ言わせようと思ってるよ。じゃあみんな、そろそろお母さんのカレーを食べようと思う。みんな、おやすみ。明日もいい日になあれ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。